Lekcja 237. Kyou wa watashi no kuni ni tsuite o hanashi shimasu. Mazu chiri to kikou ni tsuite. Tsugi ni minzoku to shūkyō ni tsuite. Saigo ni Pōlando no miryoku ni tsuite o hanashi shimasu. まず、ポーランドの地理と気候についてお話しします。皆さん、ポーランドはどこにあるでしょうか？ご存知でしょうか？ポーランドはヨーロッパの中央にあります。ポーランドの面積は312,685平方キロメートルあります。日本より少し小さいです。ポーランドには春、夏、秋、冬の四季があります。2月の気温はマイナス25度ぐらいもあります。次に、民族と宗教についてお話しします。人口は約4,000万人で、日本の人口の 30% ぐらいです。ポーランドは多民族国家ではありませんが、様々な民族グループにいます。例えば、シレジアに住んでいる人は、シロンザツィと言います。タトラ山脈に住んでいる人は、グラレと言います。そして、宗教についてお話しします。カトリックが一番多く、国民の 87% ぐらいで、他にはプロテスタントやロシア正教の信者がいます。最後に、ポーランドの魅力とは何でしょうか？それはポーランド人のおもてなしの心です。今日は私の国ポーランドについてお話ししました。ではご質問をよろしくお願いします。